今日の候補者説明会の方を見てもですね、まあ、おそらく、各会派、対立候補を出してくる雰囲気はありません。まあ、事前に想定されたかどうかは分からないですけども、だとしてもこの選挙で勝てば国交省推進に大きな力になるというふうに確信されているということです。だからね、現代的な選挙の意味をもうちょっとしっかりね、勉強した方がいいと思いますよ。朝日で、まあ、これありがたいことに学者さん読んで議論してましたけども、現代の選挙っていうのは落とすことに意義があるんですよ。選ぶことに意義があるというよりもね、現職とかすでに一旦その職に就いたものに関してはそれは自己評価の側面です。だってそれはもういろんなところで言われてますけども、政策だとかいろいろ、だって仮に当選したとしてもね、当選したとしても、あんたが言ってる政策を全て支持したわけじゃないっていう、こういう議論が必ず出てくるわけじゃないですか。これ朝日だって毎日だって言ってるじゃないですか。当選したからといって白紙委任したわけじゃないよと、まあ、それはそうなんだよね。ただじゃあ当選した時に何を基準で何を基準にして、その政治や行政を仕切っていくのかって言ったら、それは正解のないことでやっていくわけですから、朝日新聞の言う通りに毎日新聞の言う通りにやるわけにはいかないんだよね。だからこれはもうね、選挙っていうのは現代的なその意義というのは、選挙の現代的な意義というのは、まあ、いわゆる落とすことですよ。だってウクライナだって見てくださいよ。いろんな他の中東を見たってね、それは権力を持ったその為政者っていうものを倒そうと思ったらどれだけ命を落とさなきゃいけないのか。それはこの民主的なね、平和な国である日本においては、まあ、選挙で落とすことができるわけですから、僕が進めようとしている大阪都構想について反対なんだったら落とせばいいんです。文句言わずに、もういろんなところで僕の見えないところで文句ばっかり言わずにね、その他に地下鉄の民営化だって、大学の統合だって、公立幼稚園の民営化、公立保育所の民営化、まあそれはね、みんなどこのメディアもいろんな自治体の首長も話し合いをしろ話し合いをしろって言うけども、彼らではとても想像もできないようなその改革案件というものを全部議会にこれ提案してるわけでね、全てが全て話し合いで解決できるわけもないし、まあでも話し合いもずっとやってきて 95% 改革プランは実行してきましたよ。残りの 5% が今残ってる状況になってますけども、まあ議会が全部反対してるっていうんであればね、僕を落とせばいいじゃないですか。で13陣営が説明会に来てると、これでね、政党が候補者出さないって言ったら、もう大阪市内において政党なんてもういらないですよ。そんなこんな選挙で政党に属していない人たちがですよ、選挙戦に挑んで、まあ、政党は政党交付金もらって政党助成金もらって何やってるんですか。1人当たり250円のね、お金を徴収しておいて、何百億円のその税金が政党に入ってるわけですよ。それでこれ選挙やらずしてどうするんですか。政党に属していない人たちが自腹でね、お金を出してやっぱり有権者に選択肢を与えなければいけないということで立候補してくるんであれば、税金もらってる、しかもそれが何百億円ももらってる政党が、この供託金で270万とか、まあ、そういう費用でできるわけですから、誰か候補者出さないと。もっと言えば大阪市議会から自民党でも民主党でも公明党でも共産党でも僕に反対なんだったらやるよっていうぐらいな議員がいないんですかね。情けない。普段はそれは議会の方で偉そうにね、身を落としてでもこの大阪のためにとかね、大阪のためにはもうとにかく覚悟を持ってやってるなんて言っておきながら、全然覚悟も減ったくれもないじゃないですか。それだったら選挙で勝負しましょうよ。だから有権者の方にね、大阪都構想の設計図を作ることをこれやめる、やめさせるって言うんだったら僕を落としたらいいんです。それだけですよ。